言ってください、発表してください。昼と夜の長さが一緒、うん、まあそんなところですか。わかりやすく言うと ね、 しくてね、今日はね、いや、めでたい日ですよね、昼と夜が一緒になるということは。めでたい、ほんまに言ってる。そうですね、でもね、こうやって今日ね、はい、まあ、なかなかこういう水曜日か祝日って今少ないじゃないですか。なんか月曜日とか金曜日でこう土日にくっつくことが多いから、なんかね、うん、得した気分になりますか。ほんまに言ってる。わからへんけど、うん、でもなんか嬉しい。
しいよね、こうやって水曜日にここでね、こうやってお昼からできるっていうのは。今日はね、合同ストリートということで、さきさん、そしてオンライズのお二人と安西屋さんと一緒にね、出してもらってます。ファーストステージはクレセントの花、ラストなんですけど、まだ2ステージ目もありますので、今来たよっていう方もぜひね、今日はドンキ前で一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいなと思います。ね、クレセントの花は今活動7年目になるランジュニットなんですけれども、今年はね7周年を記念して、9月10月11月と、3ヶ月連続でワンマンツアーというのをね初めて開催することが決まりまして、なんかすごそうな響きですけど、それは具体的にどんな感じですか？ワンマンツアーです。あんまり要約されてませんけど、具体的に言うとクレセントの花が初めてワンマンライブをした会場。あ、なるほど。そしてクレセントの花がこういう結成周年ワンマンって言ってね、はいはいはい、結成の今年は7周年ですけど、ね、3周年の時かな、3周年の時ね、初めてあの周年ワンマンをした会場、そして初めてホールというね、ホールワンマンをした会場という3会場を巡るワンマンツアーということになってますので、ぜひね、あの9月10月11月3回やったら3回ぐらい来れるんじゃん。日本語おかしいか。それは 100% 来いと。なるほど、投資券もあるんですよね。そうなんです、今日からね、今日の夜7時から投資券の先行予約も始まりますので、ね、でも1個以上ぜひ。